ち合い、ここに並べた反物は上州名物からっかぜかかあ殿下やこんにゃくと並んで江戸で評判のおせんつむぎだ。見てちょうだい、一度は悪に染まった女子し、苦労の糸を縦糸に悲しい涙を横糸に、白生地みたいに真っ白に心も体も改めて丹精込めた織物だ。どうだいこの色つや肌触りね。お姉さんにはちょっと負けるけどね。松井だなんぞと言わねえで、あんなかこんなか手に取って前橋めくれば妙義な気分、下にた笑って買っとくれ。目が張るなんぞと渋川言わず、いかほどにもおまけする。磯部が勝ちだ、高崎だ、徳の投資さあ持ってっとくれ。お兄さんどうだよ、お兄さん。え、おかみさんにいらない。あ、そう。お姉さんどう。あ、ねえ、私金物屋に寄ってから先行ってて。いいよ、一緒に行くよ。いいわよ、荷物が重いんだから時期追いつくって。そうかい、うん、じゃあこの先飲み屋さんで待ってるね。おさよをかくまって言いながらてめえたちは俺に嘘ついた。全員ひっ捕らえて牢屋へ送り込むとおるとだ。俺の言うことを聞くなら見逃してやってもいい。おせんが持ってる織物商の観察を取ってこい。こそ泥のおめえなら簡単な仕事だろうが、おせんの目をごまかして盗んでくるんだ。嫌だよ。嫌とは言わせねえぞ。おめえは勤め上げたつもりだろうが、余罪の証拠は俺が握ってるんだ。もう一度は言えるか。なんなら俺にも手があるんだぞ。江戸を荒らし回った盗賊団の女頭目、夜荒らしを起きぬになってもらおうか。そんなバカな。手配中の夜荒らし起きぬを捕らえれば、お代官様は大手柄だ。俺はたんまりとご褒美をもらえるって寸法だ。それに代わっておめえは獄門台だ。いつまでも汚染の下にいることはねえじゃねえか。俺が後押ししてやるから、その日の里をおめえが取り仕切るんだ。嫌だよ。嫌だ。なんだ。旗を届けてもらったんだよ。あんたも手伝いな、ほら。よし。作蔵さん。うん、おさえちゃん、そこにいなすったかい。あら、あんたたち知り合いかい。うん、おさえちゃんは玉村の殿屋のお嬢さんだよ。そうかい。最後までおじまやに観察を渡さなかった利根屋さんの。なんでおじまやだの観察だのって。百姓屋で折った紬を買い上げて商いするにはお上の観察がいるんだよ。おじまやは脅したりすかしたりしてこの辺り一帯の観察を手に入れた。ところが私と玉村の利根屋さんはおじまやの言いなりにならなかった。そこで代官の彦坂劇と組んで利根屋さんを陥れ獄門にかけた上で観察を取り上げた。はい、その上おさえさんを手ごめにしようとしやがった。さらよ。ほんのかすり傷を大げさに言い立てやがって。それでおさえちゃんは牢に入れられたわけだ。
んだ、戦国ではないか。殿様、これってどういうわけなんだ。大島屋さんのことか。仕事はくれたし、酒も飲ませてくれる。ありがたいことさ。やつはどんなやつか知ってんのか。おおよその見当はな。これだけの大棚を張るには随分人を泣かせたろうさ。よくもそんなやつの酒が飲めるな。いつものお主のお株を取ってな。俺はこの大島屋に用事がある。ちょっと待て、ここは俺に任せろ。代官が後ろ盾だ。一筋縄ではいかん。それより余計の話だと、紬の里に異変が起こりそうだぞ。聞いてたんだね。あんた強くて優しい人だ。強かないよ、強がってるだけさ。聞かせてくれよ、どうしてこの里を作る気になったんだい。私ね、物心ついた時には男の世界にいたんだよ。喧嘩も博打も男に引けを取らなかった。入れ墨も入れた。見事な彫り物だ。知ってたの。女牢に入れられた時に、シャバに出たがらない女たちに出会ったんだよ。出たって男の食い物になるか、罪を重ねるだけだからさ。なんとかしてやりたいと思った。私の性分でね。それでサイコロ振る手を旗を折る手に変えたのかい。そうさ、女は誰だって旗を折ることができるからね。私、この連中と一緒に生きていこうって決めたんだよ。